前回のあらすじ、アルドルーンで情報収集した。ついでにジーンのお仕事を終わらせました。今回はアッシュランダーの拠点を目指します。どうも、ジョの目です。今回は、フォートムーンモスでスピリットエッセンスを受け取ってから、アッシュランダーの元へ行く、です。ということで荷物を整理したら突撃しようかな。と思ったら催促するように悪夢を見ました。夢の中で黄金の仮面をつけた長身の人物が話しかけてきた。メレバル・インドリール卿だ。ハイレス・ダイハ。長い間忘れ去られていたが、新たに鍛え直された。三人があなたを信じ、三人があなたを裏切った。なんだかいつもと違って感情的ね。あなたが裏切った一人は三度真実だった。ウォーリン・ダゴス卿、ダゴスール、忠実な仲間、忠実な友よ。レッドマウンテンに登れ。レッドマウンテンの下でもう一度縛りを解き、呪われた皮膚を脱ぎ捨てて、モロ・ウィンドから馬を粛清せよ。馬って何よ。読み方もわかんねえよ。仕方がないから寝直して出発しましょう。フォートムーンモスの場所はわかっているんです。近所なので。あそこはむしろ室内の方が迷うんだよな。さすがの私もほぼ直線コースで迷子になることはないのです。お前だったりしない、しないか。Let's get this over with quickly. うん、この人でもないんだよな。 By the gods, you tourists are a nuisance. この人間じゃない？Stay out of trouble and you won't get hurt. 何を回収するんだったか？カイウスから寄ると聞いていたよ。取り置きから一番いいスクロールを選んでおいた。君の好みや専門は知らないけど、祝福と障壁はどんな時でも重宝すると思う。身体の純度は戦闘中の君を驚異的にしてくれる。そして頼みの綱の神の介入。晩作尽きた時に安全に帝国寺院に連れ戻してくれる。受け取っておくれ。お代はもう頂戴しているよ。さて、君の予算がどのくらいかわからないけれど、君の趣味に合ったスクロールを買っていくといいと思うよ。じゃあちょっと見ていこうかな。この人を見つけるのに結構時間をかけてしまった。I only have a few moments. ようこそ、君には参加することをお勧めするぞ。参加？入っとこうか。私たちは、善良な人格と真摯な信仰を持つすべての市民を受け入れます。私たちは、私たちの善行を助けるために、一度だけ50ドレイクの制約をお願いしています。それくらいなら問題ないか。まあ大体言ってることも大体他のとこと一緒でしょう。多分。それじゃあとにかく今日やるべきことをやりますか。友人が僻地へ行くからポーションを持たせてやってくれとカイウスが言っていた。よし、治療と防御のポーションをあげよう。今回はタダでいい。治療はできるだけ使わず温存するのがいいと思う。アルドルーンより北では帝国寺院の治療の祭壇はない。グニシズならあるが、ずっと西の方になる。我々が受けた報告によると、現在北部の未開拓地域には病気の生物やブライトクリーチャーが多数出没するそうです。病気にも注意しろってことね。わかった。それじゃあその僻地とやらを目指しましょうか。幸い目的地は地図に載ってるから気分はとても楽です。ゆっくりね、血を眺めるくらいには心に余裕があります。道中本当に何の面白みもなくひたすら移動するだけでした。ツイッターやったぜと本人が喜んでいるだけです。 Do you want something? ツルマトゥールと話したいか、今二枚差と話したいか、来るように頼まれたのか。頼まれたっちゃ頼まれたよな。そんなことは聞いた覚えがないぞ。誰かそのことを知っているものを探せ。ああ、そういや手土産文化のこと忘れてたな。気をつけなくっちゃ。うん、これだな。私に贈り物をしたいのか。惨めなよそ者よ。感じ悪いな。それならば食料貯蔵庫用にトラマの根を取ってきてもらおう。近くにあるのかしら。
ちょっと探してきますね。 Yes, sir.全然見つからないままダンジョンを発見してしまった。これだな。見つかりにくい色してんな。まあ見つかったからよしとしましょう。戻ってきたのはいいけど、誰に言われたのか忘れちまった。I don't have a lot of patience for questions, Outlander. クワマの卵を持ってこい。それどこで入手するのさ。ここ雑貨商とかいるの？奇跡的に持ってないかなって思ったけど、なかった。トラマの根を私にくれるのか。あげるあげる。お前は好奇ではないが礼儀正しいようだな。部外者にしては珍しいことだ。よかろう。贈り物を受け取ることにしよう。礼を言うぞ。イエーイ。次。敵を完全に忘れております。卵は売ってないかな。贈り物しとこう。Talk too much, Outlander. 私に贈り物出したいのか。私は誇りよりも金が大事だ。部外者じゃこれを賄賂と呼ぶんだろう。いや、わかりやすいけども。君はとても親切だな。こんな行為にはぜひ答えなくては。なんだか複雑な心境です。とりあえず片っ端からなんか押し付けとけばいいのかな。してくるのです。だから服スープ回収してキャンプ地に戻ろうとしてるところ。こんな感じの場所だったって。なんだよ急に。これ倒してよかったのかな。ふむ、これ売れそうだな。よし、売ろう。げ、荷物の重量オーバーです。待って、私違うとこ来てない？なんか反対方向に進んでる気がするんだけど。無事帰還。さて、根っこを配りますか。何この人。誰がここへ入ってよいと申した。すぐに立ち去れ。怖。誰か仲介してくれる人を探さなくちゃいけないのかしら。それは我らの習慣だ。見知らぬ者同士ではこの習慣を金貨で行う。室内の人はお金を要求する傾向にあるようだ。あれ、もしかして目的のうちの一人です。あの夢について聞いてみましょうかね。確かに奇妙な夢じゃ。ダゴスールが予言の文句でお前さんに語りかけておる。奴は三人の裏切り者、三人の偽の神ビブエク、アルマレクシア、ソーサシルに呪いをかけておる。お前さんにはモローウィンドから外部の人間を締め出すように訴えておる。これはとてつもなく強い願望じゃから、狡猾なやり口じゃ。つまり巧妙な罠じゃ。どういうことです。お前さんは奴にネレバルと呼ばれておる。ネレバリンへの待望は大きい。だからお前さんだけでなく我が民にとっても大いなる危険じゃ。さっぱりわからん。やっぱり仲介してくれる人を探すのが先かな。仲介を探すこと十数分。この人は多分外周済み。スルマトゥールはお前と話をしない。ニバニマエサはお前と話をしない。よそ者、お前は私たちの間で地位がない。でもお前は確から賄賂受け取ったろうに。つまり金が足りないと。大変よろしい。期待に応えよう。
俗物がまだ足りないと他の選択肢も見てみるか。急に選択肢が現れた。とりあえず決闘はないだろう。自慢もちょっと違うと思うんだ。そしてこれ以上お金をむしり取ろうというのか。ここは普通に説得するしかないか。その全部が真実なのかもしれん。君がそれを重要なことだと思っているのがよくわかる。だがそれは我らにとって何の価値も持たん。そんな、少なくとも君が語っただけでは役に立たない。すまないがこんなことでは煩わせるにはいかない。やっぱ金か。おう、200ゴールドの贈り物だな。これは君の最大限の敬意を証明している。俗物め。我らの長に会うがよい。彼は私にご立腹なさるだろうが、私はそれに耐えよう。お金に屈しただけだろうに。スルマトゥールと話した前、君の質問を尋ねるがいい。私が君を使わしたと告げるのだ。結局お金で殴るのが正しいというのね。敵対してない。君はネレバリンの予言のことでこの私に話したいそうだな。エンニュハイラン、非常に興味をそそられる。まずは贈り物でも。あんたもお金かい。もうみんな金かよ。よし、これで話でもしましょうか。君は自分こそネレバリンの予言に当てはまるというのだな。ネレバリンか否かを知るためなら試練をも受ける覚悟だと。せっかくだが部外者である限りネレバリンカルトには入信できぬ。ただし君が部族の友人となるなら私が入信の儀式を授けてもよい。儀式に合格すれば君をアッシュランダーの友と認め、神秘の技に長けた巫女ニバニマエサと引き合わせよう。予言の真偽を確かめる試練は彼女が課す。じゃあそれでお願いします。部族に迎えられるには過酷な試練を受けなければならない。その際、精霊や先祖からお前がふさわしいかどうか判断される。ウルシラクの埋葬洞窟に行ってスルセニプルの骨格弓を取ってきてくれ。ウルシラク埋葬洞窟、あそこか。スルセニプルは私の父であり、彼の霊は埋葬洞窟の奥深くで彼のボーンモールドロングボウを蓄えている。この弓を持って私のところに戻ってくれば、あなたをクランフレンドとしてアシューランダー部族に養子として迎え入れよう。養子、張り切って行ってみようか。うわ、暗いな。これは多分迷うぞ。今のところ飛び道具が苦手なんだよな。エンチャント付き弓のスケルトンとか苦手。こいつらとかな。爆発する弓矢でボコられたのがしっかりトラウマになっている様子。ここスケルトン多そうだしな。気をつけて進まなくっちゃ。この距離飛び移れるかしら。行けそうだな。無理じゃね。よし、行った。それにしてもここ広そうだわ。進む方向もわからなくなりそうなくらい暗いし。ちなみにエフェクト切るとこんな感じ。あれ？そんなに変わらない？どのくらいの明るさがちょうどいいのかって結構難しいわね。あれは何かしら？とりあえず敵ではなさそう。もしかしてここかな？
バレた。しかもこいつじゃないっぽい。まあまだまだ先が長そうではあったからもう少し探してみるか。多分ここが一番上かしら。キノコは出なかった。登れそうだな。どっから出てきた？良さげな弓発見。ふむ、なるほど、わからん。いや、違う。これか？スルセニプルの骨格弓。ああ、これ返さなくちゃいけないのか。ふむ、残念。帰りは楽なものですよ。さて、弓を持ち帰りましたよ。これこそ我が父の弓だ。君は試練をやり遂げた。私はお前をアッシュランダーの友と宣言する。我が父の弓を受け取ってくれ。名誉と共に使うがよい。くれるの？これは嬉しい。ついでにベッドも使っていいって。もう一つの約束も忘れてないぞ。なんだっけ？ニバニマエサが君を調べ、ネレバリンの予言の試練を課すだろう。あ、そういえばそんな話あったな。それじゃあサクッと言ってみますか。 This one honors us. 遠慮は無用。ネレバリンの予言に関して何か質問があるのか、試練をするかどうかを知るために来たのか。自分をネレバリンと思うのじゃな。ネレバリンの予言には多くの言い伝えがあり、様々なことが暗示されている。老いたちと不確かな良心、月と星、眠る者、七つの呪い、七つの幻影の予言、失われた予言、これらのことを私に尋ねてください。もしあなたが忍耐強いのなら、もしあなたが賢明であるなら、あるいは知りたくてたまらないのであれば、ただ尋ねてください。私はネレバリンの予言の試練にかなうかと。どうぞ異邦人よ、私は賢者である。質問してください。そうすれば私は答えるでしょう。ふむ、とりあえず次回かな。今回はとりあえずアッシュランダーに迎え入れてもらえたってことで、今宵はこれまで。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではおやすみなさい。